こんにちは、柴戸です。このチャンネルはですね、主に楽器だったりとか機材のレビューをやってるんですけれども、今回はクイズをやっていきたいと思います。どんなクイズかというとですね、とあるものをお見せして、これは一体何なのかというふうなクイズになります。それが何なのかが分かった時点で、その分数をですね、ぜひコメント欄にお書きください。俺は1分30秒で分かったぜとか、決して答えはコメント欄には書かないでください。ではでは、どういったブーツかというと、もしかしたらね、見た瞬間に分かる方もいらっしゃるかもしれません。ではいきます。まず外観からこちらになります。結構でかいですよね。厚さはこんなものです。さてさて、これは一体何なんでしょうか。この時点で分かる人はもう持ってる方ですね。でもね、なかなか持ってる人いないんじゃないかなというふうに思います。結構ね、重量感あってどっしりしてます。さてさて、これは何なんでしょうか。ここにですね、ギターケースのように留めるものがついております。この2箇所だけですね。この時点でいかがでしょう、皆さん分かりますでしょうか。ではこちら開けていきたいと思います。どうかな、この時点ではまだ分かんないんじゃないかなと。こういう風になっております。中はですね、板が入っていて、そしてクッションみたいなのが数本、5本ですかね、入っております。これをね、こういう風に三つ折りにされている状態ですね。どうでしょう、ここで分かった方いらっしゃいますでしょうか。では次の段階に行きたいと思います。もうね、次の段階でもう最終段階的な感じではあるんですけれども、これをこう開いて、どうでしょうか、皆さん見えてきましたでしょうか。こんな感じで立てるわけです。これでなんとなく見えてきましたかね。いかがでしょう。ではカメラを動かしていきます。下はこんな感じで箱になっていて、じゃーんと、これで皆さんお分かりですね。携帯用ギタースタンドなんです。6本置けるようになっております。結構ね、幅取りますが、イベントとかね、あとスタジオに何本もギターを持っていくという時には非常に役に立ちます。というふうな感じで置くわけなんですけれども、いかがでしょうか、皆さん何分ぐらいで分かりましたでしょうか。これいいなと思った方はぜひサウンドハウスチェックしてみてください。家にね、置くにはね、ちょっと幅取っちゃうかなというふうな感じで、でかいですね。なので頻繁に外に楽器を運ぶ人、まあ、イベンターさんとかですよね、そういった方には向いているかなと。というわけで今回のクイズの答えは携帯用ギタースタンドでした。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。チャンネル登録よろしくお願いします。